こんばんは、今日は2017年の7月の高校2年生の進研模試の解説をしたいと思います。これ生徒から質問された問題ですけども、ちょっと見えるかな、これ薄いかな、大丈夫かな。白玉2個と赤玉1個が入っている袋に対して次のような操作を行うと。操作がその袋から無作為に玉を1個取り出し、1番、取り出した玉が白玉なら取り出した白玉の代わりに赤玉1個を袋の中に入れると。2、取り出した玉が赤玉なら取り出した赤玉の代わりに白玉1個を袋の中に入れると。この袋に対して袋の中に白玉も赤玉も両方ある場合は操作を繰り返して行い、袋の中が全て白玉または全て赤玉となった場合はそれ以上操作を行わず終了すると。1、1回の操作で終了する確率を求めなさいと。また、ちょうど2回の操作で終了する確率を求めなさいと。2、ちょうど3回の確率で終了する確率を求めなさいと。3、3回以内の操作で終了したとき、終了時に袋の中がすべて白玉である条件付き確率を求めなさいと。はい、じゃあ行きましょう。別にできます。ですね、答案作りましたので、行きます。いいですか。まず1回目の操作で終了するのは、まあ袋から赤玉を取り出せば残りはもう白白白になりますね。だから答えは3分の1、だから3個から1個選ぶと。で、次、2回の操作で終了するには1回目も2回目も袋の中から白玉を取り出せばいいと。白玉取り出すってことは、最後は赤赤だから最後は赤3つってことですね。ですね、白玉取り出すってことは赤入れるんだから。で、3番目、これがちょっと難しくて、難しいようで実は、まあ実は簡単だったんですけども、ちょうど3回の操作で終了するにはこの場合しかありえないです。1回目が白玉取り出したと、2回目が赤玉取り出して、3回目赤玉取り出す、そしたら全部白になっちゃいます。いいですか、ね、ちょうど3回これしかないです。そしたら、初め3分の2ですね。3個あるうちの2個と。で、次が、赤玉が2個入っている状態だから3分の2。で、最後は赤玉が1個入っている状態だから3分の1と。ということで、27分の4と。いいですか。これ、あとで、ね、3番と絡むんですけども、結局は、残りは白ばかり、残りは赤ばかり、残りは白ばかりってことですね。で、3番はもともとの問題が3回以内で終了と。ということはさっきの問い括弧1括弧だから1回目2回目3回目で終了ということですね。これを分母にして、で、分子に来るのが全部白玉と。実はこの時に全部白玉だったですね。で、この時も白玉だったって、この時は赤玉だったからこれ分子には入れないと。ということでこれで計算してください。だから1番2番の回答からこれが回答です。だからあとこれ計算してください。回答19分の13と、19分の13となります。はい、じゃあ以上です。